大東文化大学ビアトリクスポター資料館は埼玉県東松山市岩殿の埼玉県子ども動物自然公園内にあるビアトリクスポターの資料館である大東文化大学が運営しているピーターラビットのお話よりピーターと家族ピーターラビットのお話小猫のトムのお話ヒゲのサムエルのお話などの絵本で知られる童話作家のビアトリクスポターの資料を展示する 資料館で建物はポターが経営したイギリスの湖水地方国立公園にあるヒルトップ農場を埼玉県子ども動物自然公園内の敷地内に忠実に再現し2006年4月に開館したものである。開館から4年7ヶ月の2010年11月14日で10万人目の入館者を迎えた。大東文化大学図書館、英米文学科が所蔵する 世界的にも類を見ないコレクションの中から特に貴重な書籍、原画、直筆手紙などを一般公開している。また、大東文化大学はピーター・ラビット・コングリーンプロジェクトをサポートしている。このプロジェクトは自然と人間と動物の共存をキーワードに企業、個人の枠を超えて自然のためにできることを実践していくものである。大東文化大学は 当プロジェクトに賛同するサポーター団体として環境保護活動を展開しているイギリスナショナルトラストに対しビアトリックスポーター資料館入場料の一部を寄付している。別途埼玉県子ども動物自然公園の入園料が必要。ありがとうございます。